西条市から高知へ抜ける寒風山トンネルを出ると左折して新緑のトンネルを抜けて亀ヶ森林道へ登る。標高1400メートルを超えると隧道のトンネル周辺にはまだ石径が残っていた。数箇所の隧道トンネルを抜けると標高1500メートル付近の伊予富士の裾野に突然目的のアケボノツツジの群生が現れた。毎年連休中頃が満開のはずが、今年は4月下旬の今が満開。今年は風に痛めつけられたのか、ピンクの花びらが例年ほど輝いていない。この峠ではアケボノツツジを楽しみにしている観光客がカメラを持って笹やぶに入ってくる。老夫婦は語らいながら撮影に没頭していた。石径の溶ける雫を後にして十数箇所のつづら折れ林道を下って帰りました。